さあ、はい、ジェイコムからお届け札幌新図鑑。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌人図鑑 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストはフルーツカットアレンジメントギフト専門店フルーツデコ43代表の相川あゆかさんです。相川あゆかと申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。フルーツカットのフルーツデコ43というお店でね、最近オープンしたんですよね。はい、うん、本当につい最近オープンしたばっかりでまだ1ヶ月とちょっとぐらいなんです。はい、はい、それでも私すでにすすきので一度見たことありましてね。いや嬉しいですなんか隣のテーブルでお誕生日祝いをしてまして、はい、それでパーッと持ってきてわーみたいな、これ何みたいな感じになって、はいはい、それはこんなタワーになったもんです。後ほどまたご紹介してまいりますけれども、はい、今日これ持ってきていただきました。これですね。はい、あー綺麗綺麗フルーツカット、今日はあの持ち運びしやすいようにでしょうか、平たくしてありますけど、はい、こういう高く盛るのもあるんだよね。あります。あのツリーというもので、うん、たくさんのフルーツをこうなんですよ、円錐のような形で、はいはい、作ったものもあります。そうなんですよ。どんな商品をご用意しているのかまた後ほど詳しくご紹介してまいりますが、はい、そんなわけでフルーツの香りいっぱいのスタジオから今日はお届けしていきたいと思います、はい、さあ、じゃあ、こういうお仕事を始められた相川あゆかさんってこんな人というところ、今日も3つのキーワードで伺ってまいります。今日はこちらになります。じゃーん、じゃん。実は三足のわらじです。フルーツをカットしてデコレーション、人に喜ばれることが好き、何よりフルーツが好き。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります、はい、じゃあ初めにですね、今日このお仕事の、まあ、フルーツデコのお話なんですけれども、実は三足のわらじということで、はい、そんなにいっぱいお仕事してるんですか。そうなんです。うん、メインはまあ今あのご紹介いただいたフルーツなんですけれども、これがメインでいいんですか。はいそちらがメインなんですけれども、はい、その他にその他に、うん、住宅関係の、セミナーをしてたりですとか、はい、社団法人の事務局の受託業を、はい、やってます。事務局の受託業って例えばどんなことするんですかね、はい、社団法人、まあ、事務局の運営自体をこう、はい、一任されるものなので、うん、まあ、営業的なこともありますし、はい、一部こう事務的なものもありますし、まあ、全般ですね、事務局の運営全般を、はい、営業的なことも入ります。営業的なことも入りますね。あ、はい、そうですか。あの会員企業さんを、うん、あの増やすために、会員拡大のために営業もありますし、はい、あとはこう関連事業者さんとの、うん、はい、打ち合わせ等々もありますので、うんうん、そういうお仕事あるんですね、はい、そうなんです、はい、知らなかったと思いながらもう一つ の、 そのセミナーとか講師とかっていうのはどういう内容のことが多いんですか。はい、セミナーとか講師はですね、例えばハウスメーカーさんで、うん、あのまあ、住宅を考えられているお客様向けのイベント等があった時に、うん、まあ、インテリアについてお話ししたりですとか、はい、あとはまあ、うん、カテゴリーでいくとキッチンだけに特化して、うん、キッチンの選び方ですとか、はい、で最近結構多いのは整理収納のお話が多いですね。なるほど、はい、みんなね、はい、そのあたり聞きたいところ、はい、お洋服もそうだけど、はい、キッチン関係もそうですね、整理収納大事ですよね、はいはい、なんでそういうお仕事をするようになったんですか。もともとですね、前職で、うん、まあ住設建材関係のインテリアの仕事をしていた流れで、うん、はい、大手さんにお勤めだったんですけれども、はい、うん、そこ何年ぐらいいたんですか。そこに10年ですね。うん、はい、その10年の中でもセミナー行ったりしてたのかな。セミナーであったり研修会であったり、はい、そういったものをこう、まあ、メーカー側として、うん、あの受けていたんですけども、うん、はい、うん、で、あの退職をした後に、はい、その時のお付き合いのあったお会社さんからお声をかけいただいて、はい、ああ、はい、なるほど。そうなんです。今やそんなんでセミナーや講師も多くなったという相方なんですけれども、はい、あのキッチンってさっきちょっと言ったじゃないですか、はい、なんかこういう自分ではこういうキッチンをおすすめするのが、まあ、得意だったというか、はい、ありますか、ジャンル的に。そうですね、あのカスタマイズして、うん、あのそのご家庭だけのプランニングをさせていただく、こう決まった形でいくらですというものではなくて、うんうんうん、例えばリフォームでしたら、はい、あのこんなところを改善したい、こうだったらいいなっていう要望全部組み合わせて、あの形にしていくような、うん、それを収めさせていただくのが、うん、はい、
まあ、得意だったと言いますか、はい、キッチンって男性は本当に想像以上にですね、うん、やっぱり思い入れがというか、そうです、ね、ちょっとしたところでも高さでも扉でもデザインでもですよ、はい、ちょっとしたところでものすごくこうやっぱりこだわるし、うん、快適度が上がれば、はい、もう暮らしそのもののクオリティが上がると言いますか、うん、キッチン大事ですよね。大事です。よくあのご主人様が反対されるケースなんかは、うん、お酒 の、 あのおかずが一品増えますよとかって私が言うとなるほど、使い勝手が良くなるの、はい、なるほど、うーん、そうなんですって、はい、そういうところ全般お話しされるお仕事を、まあ、過去 の、 あのお仕事からのか、関係でするようになっている相川さんなんですけれども、はい、さあじゃあ今日のメインのお話に行きたいと思います。はい、2つ目のキーワードこちらになります。じゃーん、じゃんフルーツをカットしてデコレーションはい、ということで、はい、まあ、3つ目のわらじの話でございます。それがこちらでございまして、じゃーん、これまあお店でフルーツをカットして、まあ、デコレーションしていくということで、はい、フルーツデコ4-3ってなんで4-3ですか。4-3はですね、はい、中央区南四条西三丁目から、はい、取りまして、まあ、思いとしてはこれが南2の西5だとフルーツデコ2-5が2号店として増えていくといいなっていうようなところなんかこれ四条三丁目なん、はい、そうなんです。フルーツデコ4-3ということですけれどもね、はい、なんでこういうことをやろうと思われたんですか。きっかけを教えてください。はい、きっかけは実はですね、はい、母からの提案でした。うん、はい、今母と私とあと弟とここに関わってるんですけれども、はい、弟も出てくるんです家族経営みたいなもので、はい、あのこんな仕事いかが、あのどうだろうってやってみないというところから、はい、話がスタートしまして、はい、はい、と言ってもあの調理だったり、うん、こういった飲食をやっていた経験があるわけでもないので3人ともですね、はいはいはい、改めてこのフルーツのカッティング、はい、まあ、どんな風に切るとこのフルーツがより美味しいかだとか、うん、より美しく見えるかっていうようなところをまずは学んで、はい、はい、あとここにはごめんなさい入ってなかったんですけど、カービングっていうとこうリンゴに文字を彫ったりするよう、はいはい、そういったスキルもまた、うん、あの専門の方に教えていただいて習いながら、うん、はい、経験を積んでスタートしたんですね。なるほど、はい、ちょっといくつか商品も見せていただきたいんですけど、写真でね、はい、ご覧いただこうと思うんですけど、はい、ちょっとその前に、はい、そのフルーツを、お祝いの席にっていうのは私もたまたま見かけたので、うんうん、すんごい盛り上がったんです。わー、何これ何これ、はい、みたいな感じ で、はい、でどうだろうか、ちょうどこうお花を持っていく、例えば誰かのお祝いでお花を持っていくとか、はい、あとケーキを持っていくっていう方多いですよね、はい、お誕生日とかなんかのお祝いで、はい、うんうん、その中のこうちょっと一つにいいのかなと思いながら、そうですね、あの、うん、まさに思いもそころにありまして、うん、はい、そういったお祝いの場ですとか、うん、何かこうパーティーのような場で、うん、もう一つのカテゴリーとして新たに加わっていけたらなっていうところが、はい、うんうん、ありました。お花、ケーキ、フルーツデコ、フルーツデコみたいな感じで、はい、そうですよね、なんかこうお祝いの席で特にまた男性が多かったりすると、はい、ケーキ残っちゃったりしますよね。しますね、うん、はい、あとはこう夜遅い時間だと女性の方でも、はい、あ、はい、そうね、気にされたこの時間にスイーツ食べるっていう罪悪感がね、はい、はい、うん、あったりもするかなっていうところから、はい、はい、フルーツだったら嬉しいですもんね。そうですね、どなたでも本当に召し上がっていただくことができるので、うん、はい、うん、はい、そうなんです。で、さあそんなフルーツデコですけれども、いくつかちょっと商品をね見ていきたいなと思います。はい、タワーこんな感じでございます、はい、これは芯に何か刺してるのかな、発泡スチロールの円錐のものがあります、うん、はいはい、そこにフルーツを串で刺していく、うん、ポイポイとこうフルーツ抜いて食べていいの、はい、抜いて食べていただくあの童心に書いて手でこう掴みながら、はい、なるほどなるほど、はい、どれから行こうかななんてね、そうですね、盛り上がりそうな気がしますが、はい、人気商品だそうでね、すごく人気です。これはハッピーバースデーと書かれてますね、はい、アフタヌーンティースタンド最大で3段まで、うん、はい、制作可能なんですけれども、はい、アフタヌーンティーの段々のケーキありますよね、はい、あれのイメージなんだ。そうですね、あのイメージでー、はい、少し高さが出ますので、うん、こう見栄えがします、ね、はい、より豪華には見えると思います。なるほど、はい、パインの器も可愛いですね、はい、はい、ありがとうございます。さあフルーツプレートでございます可愛いねこれ、ありがとうございます。最近もう人気急上昇のカエルくんなんです。カエルくん、はい、
まあ、なんか子供の誕生日とかにこういうのあると、はい、喜ばれそうな気がする、ね、はい、あとやっぱりあの珍しいので、うんうん、あの大人の方でも喜んで使ってくださって、リピートが多いのも実はこの商品は、はい、なるほど。中にこう口の中に何入ってるんだろう。口の中にはもうあらゆる果物が入ってます。あの丸い形に、はいはい、球体にカッティングしたフルーツがたくさん入ってるので。白玉じゃないんですか。白玉じゃないフルーツなんですね。全部フルーツなんです、はい、あ、そうなんだ。あ、これも本当盛り上がりそうだし、はい、大人の女性にはこれがおすすめだそうです。はい、はい、あのメロンをカッティングしてスワンを形取ったものなんですね。なるほど、はい、あの少しエレガントさがある商品ですので、うんうんうん、まあ、女性だけのこうホームパーティーですとか、はい、そういった場で喜んでいただけるのかなと思ってます、はい、やっぱりちょっとエレガントな、エレガントな花がありますね、はい、これスワンっていうのなんですって、はいはい、そしてシャンパンタワーです、はい、もうバブリーな雰囲気満載ですけども本当ですねそんなにただスペースだとか、うん、あの場所を取らないので意外にあの気軽に楽しんでいただけるものになります。これは持って行ってから向こうで摘むんですか。そうなんです、あのフルーツカットしたフルーツを、うん、もうあのお店の方でグラスに入れていって、はいはい、でその使われる会場でセッティングをして、うん、はい、提供させていただくものですね。これ会場で見た目も綺麗だし、見た目も綺麗です。一人一個ずつ持っていけるし、はい、いいですね、はい、これも人気商品だそうです、はい、先ほどからこうリンゴに文字が書いてあるじゃないですか、はい、これどうやってるんですか。これ実はあのカービングという技術で、うん、あのタイ発祥で、例えばスイカがお花になってるようなものをご覧になられたこと、うんうんうん、あれが、はい、あの基礎にあるんですけれども、うん、あの果物だとかお野菜だとかを一本のナイフで、うん、あの形取っていく技術なんですね。あのまあ、これをオーダーいただいてから最短でも30分だとか、はい、うん、細くても1時間以内にお届けをするものなので、うん、まあ、簡単にこう文字彫りメッセージ程度のものをリンゴに彫って、はいで、ええ、はい、お届けさせていただく、はい、ものになります。これがすごい喜ばれるそうで、はい、でも大変そう大変なんですやっぱりこれも特殊な技能でお勉強に行ったそうです、ね、はい、勉強させていただきました、ね、あの配達してくれるんですもんね。はい、あのデリバリーエリアをですね、すすきの県内に限らせてはいただいているんですが、はいはい、ただあのテイクアウトがございますので、あのケーキを買いに行くような感覚で取りに来ていただければ、はい、うん、はい、というスタイルもあります。なるほど、はい、おいくらぐらいでこうオードブルプレートになりますと、うん、3000円ぐらいから上限なく、うん、上限なく、はい、なるほど、提供させていただいてます、うん、はい、じゃあ大体の人数とこれぐらいの予算でっていう感じでお任せいただければ、はいはい、そうですね、うん、はい、大体 5,6,000円って思っていいですか。そうですね、 5,6,000円だともう例えば 4,5人もっとでしょうかね。私ちょっとフルーツたくさん食べる方なので、うんうん、あれですけれども、5,6,000円ぐらいだとだいぶボリューミーなものが、ボリューミーなもの、はい、だから一盛り、お花一盛り送ると思えばだいたい 5,6,000円するもんね。そうですね、うん、はい、そのぐらいの感覚でいていただけると、はいはい、はい、あと季節のフルーツがたくさん入りますので、はい、ご相談いただければと思います、はい、さっきの写真イメージと思っていただいていいね。そうですね、はい、はい、だいたいこんなイメージのものが、はい、あのそれぐらいのご予算で作っていただけるんだそうですよ、はいはい、じゃあ3つ目に行きましょう。3つ目のキーワードこちらです。じゃーん、じゃーん、人に喜ばれることが好き、何よりフルーツが好き、はい、ということで三足のわらじっていうのがありましたけれども、はいはい、なんとなく自分でお仕事のこう共通点といいますとこの辺かなとおっしゃる相川さんです。はい、ね、そうですね、うん、人に、まあ、あの感動から喜んでいただけるようなことが、はい、あのもともと好きなので、はい、まさにこれなんかもそうかなと思います、はい、手作りしたもので感動をお届けする、はい、喜んでいただけるというような、はいはい、あのもう運んでる段階から周りの人がこうすごいわーってなるんだそうでね。そうなんです、うん、あのやっぱりツリーだとかこう目立つような商品をクリアのフィルムで包んでデリバリーしてますので、はい、あのすれ違われる方だとかがわー
とかすごい何これっておっしゃっていただくその声を聞いて喜んでます、うんうん、いや、はい、本当にみんな喜んでくれて、あ、よかったよかった、やっぱ可愛いみたいな、はい、感じ で、はい、でデリバリーする人のユニフォームも目立つって聞きましたよ。そうですね、あの蛍光の黄緑のかなり目立つ色のジャンバーと帽子をかぶって、でロゴが、このロゴが大きく入っているんですよね、うん、このロゴのこの色のジャン、ジャンパーを着て、このロゴ大きく入ったユニフォームでこんなのを持って、はい、お届けしてるのでお届けに行くので、はい、いやーもうエレベーターで一緒になったらみんな、うちも頼もうやんって話になりそうですね。そうですね、はい、うん、あのいくらぐらいなのってよく聞かれます。あー、はい、そうですか、うん、ね、5、6000だったら結構いいと思うんだよな、はい、華やかさも出ますし、で食べても美味しいので、うんうん、あの2倍嬉しいですよね。そうですね、はい、ちなみにこれだったらおいくらぐらいなんだろう。これはですね、うん、この1個にちょっと持って1カップ500円のイメージですね。なるほど、もうちょっとこう高さで盛るんですね、はい、うん、今日はちょっとあの撮影用に持ってきていただいた、特別福地さん用ありがとうございます。スペシャルにしても、はいはい、そんな感じでオーダーいただけるそうですのでね、はい、やっぱり子供の頃からフルーツ好きでしたか？大好きでした。もうあの小学生ぐらいの頃はよく秋になるとフルーツ狩りに行ったりですとか、うん、はい、家族全員がですね共通でマンゴーが好きだったんですね、はい、あ、そうですか。なのでよくマンゴーを食べたりしてましたね。この子やないやいや、子供の頃からマンゴーが好きだった、はい、そうなんだ、はい、みんな家族みんなフルーツ好きだったそうですね。みんな好きでしたね。うん、私はよくあのいちごに練乳をこれでもかっていうぐらいかけて食べてました、はい、覚えがあるある、はい、ね、練乳、いちごと練乳、いちごに練乳かけて食べたら美味しいもんね。美味しいです。でもかけすぎると怒られるので、かけるときはこっそり後ろで、はい、そのうち練乳ごとチューとかやるようにねやってました、正直なるんですけれどもね、はい、なんか本当は好き嫌いも多かったみたいで。そうですね、もともとお肉がちょっと苦手なのはありました。うーん、はい、でやっぱりお野菜ですとか、うん、果物ですとか、はい、こういったものを好んで食べる傾向はありましたね。ああ、はい、そうなんですね、はい、だからまさに人に喜ばれるお仕事だし、何よりあのフルーツが好きということで、今ドンピシャのお仕事なんですよっておっしゃる相川さんです、はい、さあこれからというところで言うとどうですか、はい、これからそうですね、うん、まあ、なるべく早い段階で、はい、今はすすきの拠点に、すすきのにお店があるんですけれども、うん、人通りのあるこう路面店に、うん、例えば大通りらへんにこう展開をしていったりですとか、はい、そういったのを2店舗3店舗と増やして、で、うん、まあ、できればその後は例えば栄養の観点からフルーツを見たら、うん、どうだろうとかっていうようなものを含めながら、うん、はい、カルチャースクールのような、ね、ものを展開できたらなとは思ってます。こんな風にカットすると果物の鮮度を落とさずに、はい、かつ美しく食べられますとかっていうようなものを、もっともっとこうお家でフルーツ食べようと思うと、はい、大体皆さん1種類に限っちゃったり、よくても2種類ぐらいになることがあると思うんですけども、ちょっと食卓にこんな風に出されると、嬉しいですし華やかさありますし、うん、あと逆に苦手なお子さんがいらっしゃるような場合でも、うんうん、気軽に取っていただけるようになるのかなっていうようなところから、うんうん、ご家庭で簡単にこうアレンジメントしていただけるような方法を、うん、まあ、奥様だとか、はい、限らずご主人様でも、はい、学んでいただけたらなと思ってます、うん、はい、もっともっとこうフルーツを身近に感じていただければと、はい、なるほど、はい、確かにカットして置いてあるっていうのはこう普通にカゴに果物が置いてあるものよりも手が伸びやすいですね、はい、そうですね、うん、はい、すぐ食べれるっていう感じでね、はい、なるほど、そういう学校がなんならこうカルチャースクールみたいに、はい、うん、できるといいなと。そんなんでお忙しい中ですね、はい、三足のわらじでも3つとも私大好きなのとおっしゃる、素敵ですね。ありがとうございます。楽しんで待つ、ね、楽しんでお仕事をされてらっしゃるということで、はい、そしてまた興味のある方はどうやって検索するといいですか？フルーツデコもしくはフルーツデコ43で検索していただくと、うんうん、はい、ホームページ、 Facebook、 Twitter、はいはい、あらゆる SNS を、はいはい、活用させていただいてますので、はいはい、すぐヒットしますので、はい、ぜひ検索してみてください。はい、ということで今日のゲストはフルーツカットアレンジメントギフト専門店フルーツデコ43代表の相川あゆかさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。